こんにちは、ゆくれやです。今日はただただ靴下を編んでいるという動画です。なのでお話があまり上手じゃないので、無言の時間も多いかもしれないです、ね、皆さんのように上手にお話ししながら編み物する動画を撮れたらいいなと思うんですけど、なかなかね上手にお話ができないので、今日はちょっと練習という感じですね。はい、これはね、カメレオンカメラ、前回じゃない、全然前回じゃない前に購入品動画でも紹介したカメレオンカメラでね、靴下を編んでいます。もう片方は出来上がってるんですけど、まだね水通しも何もしてないので、こんな感じ、まちありの靴下です。何足目かな、そんなにね数は5、6足目ぐらいかな、そんなにね編んでないので、まだねかかと部分もメモしたものを確認しながらじゃないと編めないんですけど、今靴下編みにはまっていて頑張って編んでいます。一番最初に靴下を編むきっかけになったのは、あみちくラボさんの動画で初めて編んだんですけど、最初はねもう全然もう意味が分からなくて、何十回ほどいたか分からないです。すっごい難しかった。今はね、待ちありとか、待ちなし、ショートローっていうのかな。その、なんていうの？仕組みもちょっとずつ分かってきたんですけど、やっぱり数をこなさないとダメですね。で、前までは竹の輪針で編んでたんですけど、このね先がねこう何度も左側の針に当たって、ここがね丸くなっていってるような気がして、ずっと気になってた。このね、金属針、アディのノベルという輪針で、マッシーちゃんがすごくおすすめしていたので、ずっと気になっていたのをやっと購入して、今はこれが気に入って編んでます。他のものをね使ったことがないので、他のものはちょっとわからないんですけど、ね、いいものがたくさんあるから、皆さんいろんな輪針使ってて、どれもこれも気になりますね。ね、一番気になってるのはリッケ。
もうあれ、ラミチクラブさんが紹介した途端に売り切れてましたね。すごい。白の花と26あと2段で40。やっぱりあの編んだ靴下を履いてるとすっごく足があったかいからね、あのたくさん編んでたくさん履きたいんですけど、手が全然追いつかなくて、ま、今すごいもう編みたいものだらけで渋滞が全然解消されないですね。昼間はね、3歳の息子がいるのでなかなかね編み物も進まなくて、こうやって深夜に夜更かししながら編んでるんですけど、ずっと一日中編み物してたい。この今つけてるアームウォーマー、これもオパールのぽっちゃりくんで編んだんですけどね、あの最初にこっちのねランデブーで編んだものが完成して、そしてねこっちのを編んでたんですけど、最後この辺でこのね5段ぐらいしかないんですけど、5段が足りなくてここだけ何だったかな、ロリポップじゃない、ロリポップか、うん多分を使って完成させました。お揃いでねレッグウォーマーも編んだんですけど、もう今とにかくオパールというか段染めソックヤーンにハマっていて、見たらどれも全部欲しくなっちゃいます。でもさすがにねこれ以上増やすのはやばいなと思いながら、福袋を買おうかどうか悩んでいます。皆さんは何か福袋購入しましたか？ね、これから出るものもたくさんあると思うんですけど、あとはパンドラハウスさんのカゴ盛り、あれは私は一度も行ったことがなくて、去年行こうか迷ったんですけど、ちょっとねバタバタしてて行けなくって、でもね編みきれなかったら在庫になるだけなのでもうとにかく今は消化しないとダメですね。
もうすぐ鳩時計が鳴りそうなので、ちょっとお話をストップします。なかなかならないな。え？時計が遅れてきたかな？私はね、これはね、家族の靴下を編んでるのでもったいない気がして、柄合わせはしないでバラバラに編んでます。なったです。次の日になっちゃった。そして今私がハマっているのがオパールのネオンカラーなんですけど、単色のね、今ネオンカラーの黄色と黄緑を持ってるんだけど、それがね、すごく可愛くて、本当はピンクもオレンジも欲しかったんですけど、それがね、買っちゃうかもしれない。蛍光色可愛くないですか？すごい目立って目立つ色好きなんですけど、あまり普段は身につけないんですけど、今ちょうどね、iPhone ケースの背中にも落下防止と、なんていうんだろう、落下防止兼スタンドになるね、
なんて言うんだ、なんて言うんだろう、やつをね、ネオンカラーの黄緑色のものを使ってます。何言ってんだろう、全然喋れない。わかるかな、そういうのなんて言うんだ、落下防止リングとはちょっと違うんですけど、あの横置きも縦置きもできて、パタンと畳んで置くと平らになるんですけど、そう、立ててるときは、あら、通知が鳴った。あ、ちょっと待ってよ、もうこれ編みすぎじゃないかな。編みすぎてたらめんどくさいことになる。そのね、ネオンカラーにハマってるので持ってないピンクとオレンジもね欲しくて、ちょっとね黄色と緑をが少なくなったら手に入れようかなと思ってます。もうでもなんか年がね、年越しぐらいになるとめでたい気持ちでちょっとテンション上がってね、気が大きくなりますよね。みんな買ってる福袋とか見ると絶対欲しくなるんだろうな。買えないんだけどね、もうみんなの見てる時には福袋はなくなってるだろうけど、きっとその中身を見て中身が欲しくなる、絶対なると思います。最近はちょっとね我慢してるつもりなんですけど、でもね減らさないと意味がないので、もっとたくさん編んで、そしていろんなものを皆さんに紹介できたらいいな。なんか意外なことに、この間の伊勢海老の動画に出ていたエクレアッポあれを編みたいという方が何名かいらっしゃって意外でした。ね、すっごい簡単なので近いうちに出そうかなと思います。ちょっとねチョコレートかかりすぎてエクレア感が少なかったので、チョコレート少なめで、エクレアッポっていうのはね、私にかねユクレアっていう名前でやらせていただいてるので、そのね皆さんにエクレアエクレアみたいって言われるから、それにちなんで、あのおかしな顔のエクレアを作ってみたんです。
ちょっとね、多分たらこ唇なのでそこをね似せてエクレアッポはたらこ唇にしました。なかなかやっぱりね、撮影できる時間が夜中しかないのでタイミングが合えば動画を撮りたいなと思います。なんかね、撮りたい動画もたくさんあるんですけど、ちょっとね、私何段あんだかな、また数えてなかったじゃない。そしてさっき数えた時にマーカーをつければよかった。246ヤード、246ヤード、241段多く編んじゃった一段多く編んじゃったのでこの辺で終わりにします。もう全然何を喋ってるんだか。はい、やっぱり私にはまだまだお話ししながら編み物なんて早いかもしれないですはい、ということで今回もご覧くださりありがとうございました。それではまた次回の動画で。じゃあねー。